はいどうも、青キックスです。今日の企画は、青キックスが、大使国際澤田くんに、何でもかんでも、何でもかんでも質問していた。質問していた。はい、というわけで、まず前半動画見てない人は、概要欄の方から、大使国際高校っていう高校についてと、キャプテンとしてとか、ウィンターカップについてと、進路は概要欄に貼ってある1本目の動画、まだ見てない方はご覧ください。澤田くん2本目の動画は、さっきインスタグラムで質問募集して、視聴者さん参加型企画になります。たくさん質問が来たので、バン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 俺がみんなの、ね、質問をぶつけていて答えてもらいましょうという企画です。早速一発目が身内です。大使寂しいですか？千本銀河から来ました。全部からどうですか？寂しいですね。おい、よう言うわ、岡山楽しいですみたいな言ってたやん、さっき。それは、奥がいっぱいあるからってことで、はい、大使の人と離れてるのが、まあ、やっぱ寂しいっていうのはあります。ちなみに、千本が後輩だからちょっと聞くんですけど、一番可愛がってたというか、一番仲いい後輩、一人挙げるとしたら誰ですか？ヘンリーです。ヘンリーね。ヘンリーは何が可愛いの？ヘンリーはもう、すべてっすね。例えば、ちょっといじったらなんか、照れるとことか、可愛いですよね、なんか。これいいね。これからどんなプレイヤーになりたいですか？また憧れの人や選手はいたりしますか？自分が好きな選手はケンバウォーカー選手。おー、モナコのね。が好きで、キレのあるドリブルじゃないですか。それが羨ましいなって感じで、で自分もああいうプレイしたいなって思ってます。どこ時代のケンバ？シャーロット。セルティックス。あ、ボストンいたね。次入ります。まあ、これも身内ですね。なんでそんなにイケメンなんですか？はい、これはね、中島春樹くんです。彼は多分ネタで送ってきてますね、これは。ネタで送ってきてるけど、じゃあせっかくコメントしてきてくれたら、一緒に試合出てる3年生として良かったエピソードとか、喧嘩したエピソードとか、思い出だね、強いエピソード。そうですね、自分が洗い物とか家事しないんですよ。同じ部屋なんですけど、全部してくれるんですけど、いつもめちゃくちゃ優しくて、親から聞いたんですけど、自分のちょっとの期間だけ自分の皿を洗わないで置いとくみたいな時間作ってたらしくて、中島の中でなんですけど、本当に俺がやらなくて、ちょっともう耐えられなくなってやったっていう優しいエピソードですかね。彼女本当に彼女みたいな存在でした。家庭的というか優しいんだね、中島君。はい、優しかったです。甘えてたということで、はい、めちゃくちゃ甘えてました。あ、この辺ちょっといいわ。好きな曲なんですか？日本の曲だとバックナンバー、海外だとテイラー・スウィフトが好きです。テイラーいいよいいよいいよ。はい、好きなタイプ、これ多分女性だな。笑顔が可愛くて、話しやすくて、優しい人が好きです。可愛い系と綺麗系だったらどっち？綺麗系、まあでもどっちもあるのが一番強いですよね。じゃあ、自分より身長大きくてもいけるか、自分より身長ちっちゃいのがいいか。ああ、自分より小さい方がいいです。いや、めっちゃちっちゃいやん。そうなんですよ、本当に。だって70いくつ身長？いや、70ちょうどないぐらいです。だよね。そしたら一般女性だったらそっちの方が多いか。そうです。はい、まあ一般的に言うと。ああ、だそうです、皆さん。あ、これもちょっと俺気になるな。おすすめのバッシュ、なんかコロコロ変えてたやん、大会のインタビュー。はいはい、青キックスの動画紹介した、あのハーデンのステップバックでしたっけ。ああ、水色のやつなんですけど、裏があれは海外か柴田じゃない？ あそうそうそう、柴田ですね。柴田か。うんうんうん。あのバッシュが自分的には一番良かったのと、あと一つ PG5 一番良かったっすね。ID で作ったウィンターのあのサブリナどうだったね？サブリナはちょっと良かったんですけど、めっちゃ軽くて良かったんですけど、なんか多分自分の足に合ってなくて、あんまり。おうおうおう。足の甲が俺高いんですよ、自分。足の甲、あああ。サブリナあんまり高くないんで、ちょっと痛かったんですね。ボール運びのコツは何ですか？まずはその1対1じゃないですか、大体。ゾーンプレスってなるとちょっと違うんですけど、1対1で運ぶときは、目の前の人をとりあえず抜く感じで行って、すると相手もそれについてきたりするんで、そこでまず1対1をしてって感じで、自分はズルズル運んでます。コツはズルズルです、皆さん。はい。
長い距離。いや、まあ、抜けるときは、抜けるときはもうバッて抜いた方がいいんですけど、うん、そのイメージでこういて、まあ、ディフェンスがまた下がったら、また空間できるんで、またそこで1対1してみたいな感じ。はい。はい、皆さん、この感覚をね、ちょっと言葉で感じてください。ドリブルでクロスオーバーするときに相手をうまく引きつけるコツは何ですか？自分が小学校、中学校から言われてきてるのは、重心がどんだけかかるかっていう、行かない方に、見せかける方にどんだけかけるかっていうのが大事ですね。重心の移動が大事ですね。はい、あ、そうそうそう。そんな感じ、そんな感じで、はい、それっぽいことだけはできるから、めっちゃあ、そうですか、スリーポイント入んないけど、全然そうですね、あれ結構トラウマになりました、結構あれ引きずりました、久々に。あの1対1ですか？あの1対1というか、あの開始の出来事、最初ランがいきなりもうきつすぎて、はいはい、ラントでいきなりやって あそこで全足を使ったから、もうその後何してもシュート入らない、トラウマです。あのスティールして、イージーレイアップとかもうどっか行ったもん、俺トラウマです。だいぶ引きずってますね。だいぶ引きずった、本当に。今はちょっとまだ回復したけど。あ、本当ですか。はい、じゃあ次に行きます。澤田選手の高校バスケ生活で一番やらかしたこと、怒られたことはありますか？これ高校1年生の時がもう基本怒られてて、富樫先生に。練習中だったりも練習試合でワンミス交代みたいな感じで、1回ミスったらもう交代っていうのがあって、もそこで何回も毎日のようにそこは怒られてました。あ、これもまあちょっとおもろいな。開志国際以外で一番仲いい人は？東山高校の曽川虎之介って。あ、だからだ。うんうん、わかるよ。ミニバスの頃からもうずっと練習試合とか試合とか結構してて、高校の中だったら多分一番仲いいかなって思います。この質問コーナーって写真をくれるんよ。はいはいはい。さっき澤田くんのちっちゃい頃の写真が送られてきたもん。本当ですか？そういうことだったね。あ、じゃあこれにしようかな。2つは、期待している後輩は？まあやっぱりさっきも名前出たんですけど、ヘンリー。お前ヘンリー好きすぎるだろ。いや、ヘンリー好きなんすよ。ヘンリー好きすぎるだろ。唯一インターカップ終わってからずっと連絡取ってるのヘンリーなんすよ。なんで、なんだそれさ、同じポジションで行ったらさ、やっぱ何、タイラとかシックスはバチバチだから、あんま連絡取らない。いやいやいや、でもそんなことないですけど、でもあんまり取らないですね。なんかわちゃわちゃしてる感じじゃないもんね、あの二人の。清水タイ、あ、そうですね。だからやっぱりヘンリーですね。ヘンリー一番面白いっす。どんなところ期待したいですか？聞いてないの、どんなところ期待するんですか、ヘンリー。まあやっぱり身体能力すごいんですよ。で、もうジャンプ力とかもありますし、シュートとかもうまいんで、多分 2,3 ポジやると思うんですけど、その身体能力っていうのを活かしてもらいたいっていうか、期待してます。一番最後はこの男から、はい、質問というか、これはもう何か、彼の感想なんですけど、一番エグかったです。はい、誰からだと思いますか？もしかしたら同じチームじゃないですか？違う。違う。まあちょっと落ち着いて出てこない。これは、はいはい、これはですね、ライバル校って言っていいのかわからないですけど、福岡第一の先浜シュートから来ました。あ、マジっすか？ちょっと嬉しがんでるやん、喜んでる。いやいやいや、めちゃくちゃ嬉しいですよ。めっちゃ喜んでるやん、いきなりちょっと照れ始めたやん。めちゃくちゃ嬉しいです。先浜から良かったって。あ、マジっすか？俺はこれはもうこれ以上は触れれないっていうか、何がエグかったか聞けないからわからないけど、はい、澤田くんから見る先浜はどうだった？もうなんか最強っすよね。なんだそれ。なんか能力といい、バスケットセンスといい、最強じゃないですか。もちろんマッチアップしたこと何回もあるでしょ？はい、あります、あります。どうだった、その時のあれは。フィジカルが強いんで、まあ、そんなでも、ちゃんとついたことはないんですけど、ちょっとついた時は、崎浜がオフェンスでぶつかった時に、ちょっと飛ばされましたし、ディフェンスが強いんで、バックチップうまいんですよ。あ、分かる分かる。そうだね、あのピック使った時後ろ狙ってるよね。それをやられたことがあって、ちょっと悔しかったです。ああ、いいね。まあ、どっかでやり返してください。そうですね、頑張ります。
はい、というわけで全部は読み切れなかったんですけど、いろいろなんとかピックアップして、普段応援してくれてる人、このチャンネルをね、普段いろいろリアクションとか応援してくれてる人を中心に、アカウント名出るんで、大体わかるんですよ。記憶で覚えてて、あ、この人いつもだなっていうのをちょっとね、優先的に選ばせてもらいました。じゃあ、最後はキャプテンってこともあるし、開志国際、たくさんの人がね、応援してくれたと思うので、最後はキャプテン澤田からみんなにメッセージですね、はい、をもらって終わりましょう。じゃあ、お願いします。バスケをやってる皆さん、自分の夢に向かって頑張ってください。あと、青キックスのチャンネル登録とグッドボタンお願いします。生きるキャプテン。はい、というわけで明治大学にも進路が発表前回の動画でしてるので、まあ、大学バスケの方も、はいはい、ぜひぜひ欲しいです、はい、まあ、あと澤田くんのインスタ概要欄に貼っておくので、そっちもね、武藤くんの裏側だったりとか、アンソの裏側だったりとか、明治大学ってこんなとこだよとか、もうでも明治大学行ったことある？あります、まあ、駅前めっちゃご飯屋さんとか多いし、まあ、ね、東京ライフもきっとストーリーとか載せると思うので、ぜひそっちもチェックしてください。じゃあ皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。